スリーヌカギガルのマグマだまりの内部マグマだまりから噴火口を見上げるスリーヌカギガルはアイスランドのレイキャビック南東 20km にある旧火山。セライニカジガー、アイスランド語発音、シータ・リ・イン・ユ・カチ・アールとは3つの峰を持つクレーターという意味である。広さは3270平方メートル。過去4000年間に噴火活動はないとされている。 三つの峰のうちの一つの火山のマグマだまりが空洞になっており、2012年から観光化されている。CNN は世界31のマスト・シー・アトラクションズの一つとしてスリーヌ・カギガルを推薦している。地図1974年、アイスランドの医師であり、洞窟体験家のアーリー・ビース・テフィンソンによって、火口の奥にマグマだまりがあり、そこに到達できることが明らかにされた。 それまでは無名の噴火口の一つであり、セライニカジガーという名称もアーニー B ・ステフィンソンが名付けた。この発見は多くの科学者を困惑させた。通常、噴火が終わるとマグマは凝固してしまい、マグマだまりへの稼働は閉じられてしまう。またマグマだまりが空洞になった場合は、岩盤が崩落して埋まってしまうことも多く、120メートルの 効果が必要とはいえ人間が安全に侵入できるマグマだまりなど今までに発見されていなかったからである。内部のマグマは引き潮のようにより深部に流れ去ったと考えられている。ステフィンソンはこの学術的な価値を論文で訴え一般に公開されるべきだと尽力した。2010年に詳細な科学調査が行われた。2012年より一般向けのツアーが開催されている。 観光客は簡易的なエレベーターを使って登山スキルなどを使用せずにマグマだまりに入ることができる。このように安全に観光できるマグマだまりは世界中でここだけである。2015年にはアイスランドの音楽団体のカレオと14人のサポートスタッフがこのマグマだまりで音楽収録を行っている。2016年にはザ・シークレット・ソルスティス・ミュージック・フェスティバルが オルタナティブメタルバンドのデフトーンズの血のモレノがこのマグマだまりでコンサートを開催することを報じた。効率の悪いエレベーターではなく内部までトンネルを掘作する案も検討されているが現状保存を優先する意見もあり工事には着手されていない。冬季は雪に閉ざされるためにマグマだまりへの観光ツアーは5から10月の季節限定で開催される。 レイキャビックのホテルまでバスで送迎が行われるが、直接集合場所のブルーマウンテンパーキングに集まることも可能である。レイキャビックから国道1号線経由の国道417号線で、車で20分ほどの場所である。河口までは417号線から45分程度 3.5km のトレッキングが必要とされる。付近は大小の加工や火山が点在する。 火山地帯で割れ目噴火の後を簡易的な橋で渡ってスリーヌカギガルに接近する。スリーヌカギガルはそういった火口群の一つであり、3270平方メートルの面積の大半は平坦であり、ごつごつとした溶岩に覆われている。火口の周囲は35から50メートルほど流起しており、ふもとにはツアー会社が設置した仮設のウェルカムハウスが設置されている。 ピークを登るには10分ほどかかる。入り口は直径4メートルの円形であるが、その後すぐに内部は広くなる。底部までの120メートルをワイヤーで吊るされたカーゴで6分かけて降下する。ツアーに必要とされる時間は5から6時間で、内部に滞在する時間は40分程度。内部は気温6度程度で一定している。マグマだまりはビール瓶のような形状をしており、 下部では直径50メートル70メートルほどの広さ、バスケットコート3枚分があり、自由の女神像やハットルグリムス境界がすっぽり入る空間がある。底部には南西の方向へ、さらに深部に続く稼働があるが、先細りに狭くなり、河口から213メートルの地点で張って、進めないほど狭くなり、それ以上深部の探索は行われていない。 マグマだまりの内部では多彩な色彩の鉱物を見ることができるが岩石の採取は禁止されている。麓のウェルカムハウスは毎年の観光シーズンが終わると解体されヘリコプターで運び去られる。ウェルカムハウスではヘルメットや落下防止のハーネスなどが保管されている。また全員が焼香を終えるまで地元の伝統的な洋肉を使ったスープが振る舞われる。 観光ツアーは2012年には1ヶ月間だけであったが2018年には5ヶ月間にわたって開催された。費用は日本円で4万円、人程度。ありがとうございます。